ビ朝日報道局。ツイッターで、富川の感染経路検証するのが先だろ、と突っ込まれる、がネットで話題。内容はこちら。テレビ朝日報道局が、ツイッターで、壮大に突っ込まれたようです。では、内容を見てみましょう。YKM565。アベノマスク小さい。ほんと給食マスク。テレビ朝日報道局。突然のご連絡失礼いたします。テレビ朝日報道局、グッドモーニングです。今、アベノマスクの取材を行っておりまして、そちらのアベノマスクの実物の写真を番組で使用させていただきたくご連絡させていただきました。お手数をおかけいたしますが、返信とフォローよろしくお願いいたします。キースン。富川の感染経路検証するのが先だろ。いつどこに行って、誰と会って何したか、会社命令で聞き取りゃいいじゃねえか。同じ局だから踏み込んで聞けるだろ。やれ。これはきついツッコミですね。まあ仕方ありません。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。富川のところに押しかけろよ。富川の取材やりなよ。どう考えても、まずはそちらが先ですよね。次はこちら。そんなことやってる場合心あさわら。そんなことやってる場合ではありません。テレ朝は、まず自分の心配をすべきです。次はこちら。あ、また印象操作に使う気だ。でしょうね。最後はこちら。報道は中立でなければならないって前提があるはずですが、アベノマスクと書いてる時点で叩く気満々なのが隠せてませんね。もう放送中止したらどうでしょう？報道機関はアベノマスクの故障をやめるべきです。結論。テレ朝はアベノマスクの取材とか言ってまた印象操作をやるつもりかもしれませんが、富川アナのコロナ感染で放送自体の存在さえも危ぶまれているのですから、まずはテレ朝自体の感染対策と自粛が優先なのではないのでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。